ハローベイビー。スロットの未来を愛して。どうも中山です。おはようございます。取れました。2度目の挑戦。本日は1月7日日曜日、ビッグマーチ宇都宮店さんに来ております。今回取った台は2度目の挑戦、クラッキークレストです。本日、マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあ、上の並びが、はい、いっぱい入ってるっていう。特にね、A タイプコーナー熱いよってな感じです。はい。さらには今日はね、あの塩姉さん、はいはい、めっちゃめっちゃ有名な演者様、塩姉さんも同時来店してて、はい、抽選いっぱいで、抽選僕10番でよくてクランキークレスが取れました。まあこちら3台設置で、はい、結構10番で、はい、なんとか取れてすぐ埋まってよかった。抽選良くなかったら取れなかったかもって感じなので、はい、ということで、ただいま年始の3連戦中、今日はね、3連戦最終日、クランキークレスト、はい、楽しんで勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、ではよろしくお願いします。はいはい、さあクランキークレストです。はい、実戦では2度目ですね。ようやく2回目打てたって感じですよ。あのまあ、やっぱ設置台数があんまり多くなくて、なかなか打つタイミングとか、あと抽選負けて打てなかったり、まあ、こちら3台設置で、はい、よかった、今日取れて、うん、まあ、いろいろありますけどね、僕もプライベートでも、はい、ちょこっと、あの後もちょこっと打てたんですけど、まあ、やっぱりリーチ目面白いですよ。今、めっちゃ滑ったな、3コマ滑ってる、はい、スイカでした、みたいな感じで。まああのね、リーチ目は面白い。ただやっぱり6号機なんで、ちょっとボーナスはどうなんだ、重たいのかみたいな感じはあるけど、やっぱ面白いっすよ。うん、まあ今日はね、でこれ予告音なかったら、この青7上段から多分ね、基本ベルかスイカなんですけど、スイカの時は予告音あるとかわかんないけど、多分そんな感じ。今日もいろいろ、まあ2回目、実戦では2回目なんですけど、いろんなリーチ目見たい。おお、外れてるじゃないですか、リーチ目だ。95ゲーム、この出目は前回来なかったんで、いや素晴らしい。おそらくでもレギュラーか、レギュラーマンだよな、レギュラーか青菜ってやつだから、右でしょこれ、右ベル。あれ、これで レギュラースタートですね。はい、レギュラースタートです。はい、でこれか、これか。ああ、やっぱり失敗する。あれ、うん、やっぱり2個までも結構失敗するで、ちゃんと狙わなきゃダメやこれな。はい、おハサミ打ちでこんな止まり方するんだ。106ゲーム、まあ右からですね。はいはいはい、
はい、朝からレギュラー2月、今度ちゃんてかこれね気づいたらダメ、おすんげえ回ったと思ったら入ってくれた、はい、82ゲーム、とりあえずは当たるんだけどね、このリーチ目も初めて見たな、なるほど、そろそろビッグを、滑らない滑らない滑らない、はい、朝からレギュラー3発なんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、今冷静に、確かここに、ね、そうだよね、コンドル真ん中でリーチ目で下段赤の名はこれリーチ目だ、リーチ目のはず、88 どんだけ攻めたか分かんないけどあ、ちゃんと押せてる、あれベルだ、よしよかった、これでビッグですね、よし、投資は5本です、これで押すと BGM が、そう初代コンドル、いやーそう、こういう風にね面白い機能がめちゃめちゃあるんですよね、今のが横コン、スイカの後たまたまか、176ゲーム、うーん、青棚がテンパんない関係ないかな、まあ右押し中押し、うん、よかった、今のは横コンじゃないんだよね、もう分かりづらいんだよな、おっとっと、さあリーチ目来てくれた、86ゲーム今日当たるな、はい、レギュラーが当たる、これってリリースとか来る？あ、リリースとかわかんないけど、あ、こんな入り方するんだな、これリーチ目なのかな、わかんないな、まあとりあえず123、まあコンドル赤ないよね、はい、お、よし、さあ今日はねビッグボーナス引けてるよ、今日楽しい楽しい、横コーンになってここまで回ってないとこれは熱いっすよね、多分入るよね、うん、なるほど、ちょっとこういう楽しみあるじゃん、74ゲーム、ただレギュラーもあると、はい、さすがにレギュラー、
あれ今の回り方熱いじゃないの、普通にベルなの。おお、なるほど、こういう入り方もあるのか。95ゲームはい、OK、よし。いや今日当たってる、当たるクランキーはめっちゃ面白い、これは面白い。リリースになってる。リリースとこれの子役外れますね。293ちょっと回しましたが、右上青だから中からかだはいはい、男の声だ、男の声、男の声欲しいな。はい、それ言わしない。ああまあこれ熱くないんだよね基本的には。うん、これスイカないんだっけ。いやわからん、ベルか。あ、入った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 、まあ、コンドルが結構早めだったのか。245、まあレギュラーか青だと思います。これレギュラーが多いっす。はいレギュラーは引くんだけどね。もうレギュラーもな、もう3回見せてんだよな。外れた。さあ19ゲーム、そろそろビッグが欲しいところだが、だったこっちは滑らないのだ。あ、よかった、よし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 。うん、まあとりあえずとりあえずめっちゃ遊べてるんで。リーチ目にはなってないけど、こっちのルーレットで2コマ滑ってんだ。2コマ滑り、122ゲーム2コマ滑りってことは中押しの方がいいんだろうな多分な。はいは、でこれでレギュラーなんだろうね。はいはい、なるほど。これは子役以上っすよね。これリリースとかになるんじゃないの。ああ、オッケーオッケーオッケー。なるほどね。53ゲーム。どうなんだろう、これやっぱりこれも青菜の否定なのかな。なんかこっからは、まあいいや、これも中押しだな。滑ってほしいけど。滑らないからレギュラー。あ、ああ、2枚。だった、レギュラーっすよね。いやレギュラー多いっすよ。いいのか悪いのか。
これは確か子役外れのはずはず。あ、これ入った入った入った14ゲーム入った入った。お、はい、ちゃんと青田が入ってました。よかった。これはリーチ目だよね。120ゲーム。ここからのリーチ目がよく分かんないけど、これはリーチ目っぽいな。で、多分これは右押しですよ。右押し。あ、ここで光るんだ。へえ。で、滑らない。滑らない。レギュラーが多いっす。ミスってる。ミスってる、ミスるんだよな。はい、現在スタートから2000ゲーム経過しました。ビッグ6回333分の1、レギュラー10回で200分の1、合算125分の1です。はい、まあとりあえずあのビッグはちょっと重たいですから、レギュラーがすげえ引いてるんで、はい、なんとかちょいプラというか、まあ、下皿をもみもみやってる感じで、まあ、前回に比べてね、はい、16回当たってるんで、リーチもいっぱい見れてるんで、はい、今日めっちゃ楽しいっす。今現在すげえ楽しい。はい、で、はい、ユニメもやってるんで載せておきます。はい、まあと言ってもよくわからんですが、ベルウェイとか設定差あんのかな、普通ぐらいで、レギュラーのやつとかビッグ中のやつとか、まあ、レギュラーはあのここの青棚をもう4回ぐらい失敗しててリスク大きいんで、ビタはやらなくて下段に来たラッキーでやってる感じですけど、なんか2、5が多いのかな、うん、あとこの奇数偶数とかよくわからんということで、よくわかんないですけど、とりあえず今日は楽しい。てか投資5000円で遊べてるんで、はい、楽しいです。まあレギュラー頑張ってるんで、この後ビッグが頑張れば、はい、いい感じになるんじゃないのって感じで、この後もまだまだ楽しんでいきます。お、あ、こんな形で入ったりするんだね。この形からはどういうあれがいいんだろう。今コンドルがここにいるから、これでリーチ目だけど、前回のクラスレだったらビッグっぽかったけど、右だな右。はい、あれ、あれ滑らない。はい、はい、レギュラーです。まあ今日多分レギュラーの日なんで、気を抜くと失敗する。男の人、男の子、たまには揃ってもいいよ。おー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 、揃ってくれてありがとうございます。83ゲームよしよしよし。え、今横行じゃないよね、これ分かりづらいんだよな。あれあれ、ちょっと待てよ、確かこれはリーチ目だよね、この枠下コンドルでこういうの見ないもん。
はい、リーチ目です。今調べた44ゲームで、多分これは青7でいいんじゃないかな。はい、あれあれ、レギュラーなんか、なんだアユデミはレギュラーじゃないよ。そっか、レギュラーの日だ。左、あれこの時点で入ってんじゃないのこれ、もしかしたら。はい、ほら、お、素晴らしい14ゲーム、よしよしよし、頑張りだしたビッグが。リチメダー199、3種類のボーナス、綺麗だなこれは。青7でいい、あ、分からん。いや青7じゃない、滑らない質問。はい、綺麗なデメでももちろんレギュラーです。あ、ダメ、もう完全に気を抜くとあれ失敗するよ。これ外れはね、おそらく今滑ったからこれは入ったでしょう。はい、 OK、 26ゲーム、よしよし、頑張りだした頑張りだした。とっと354ゲームこんな位置から上段が来るのね。まあちょっと回してるんでビッグは欲しいけど、どうだろう。はい、滑らない、もうこの時点でもうほぼほぼレギュラーみたいな。あ、よかった。これこの台ビッグが頑張ればね、なかなかいい感じになると思うんだけど。回ってる。まあ確かベルベルチェリー、この形でここのチェリーはリーチ目なんですよね。青菜を狙いました。19ゲーム初めてグランキーズ当たったけど、さすがにまあ中押しですね。はい、おさあビッグが連チャンしてくれた、よし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 、お、かけ、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しい、今の予告音。お、入ってくれた。120、さあ当たりだした。リーチ目にはならんよね、多分ね。まあ。はい。はい。あれ?さあ、これちょっと本格的に良くなってきたね。うん。いいよ、これは。これはいいぞ。めっちゃ楽しいっすよ。
リリスになってる。49、さあ当たり出した。しかも確か右枠上赤7のは子役外れとか、うーまあ右からコンテストを聞いてない。滑れ滑らないな、ここはさすがに。まあ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 ちゃんとやろう。めちゃくちゃ当たりだしたよ。16ゲーム。さあこの出目でどうなるんだろうな。まあ右から滑らない滑らないか。はいはい、まあレギュラーの日なんで。やっと入ったリーチ目だ933ゲーム。いやいい感じかと思ったらやっぱりハマりますね。しかもどうだろうなこれああリーチ目かリーチ目だね。45ゲームじゃあビッグを引こう。あだっ滑らないずれた、81ゲーム。さあそろそろウィックを引こう、そろそろウィックを引こう。あまあ右からで滑れ滑らない、まずここは滑らないっすよ。ダメだな、なんだろうな。まあまあレギュラーの日ですよ。37、これ2コマ滑りは青7でいいと思うんだよね。いい加減にそろそろ、はい、はい、よかった大丈夫だよね久々に、あコンテストとコンドルどっち聞こう。せっかくなんでじゃあ コンドルで。ようやくビッグがいけた。よしこっからビッグ頑張ろう。
お2ゲーム中段青のとこで、ああ一角じゃねえか、あ一角なのかな、あはまあ、おお外れた、外れたよ。さあクソハマりの後2ゲーム左ビタか分かんねえな、まあ右から、はいはいはい、レギュラーの日です。超跳ね、お、はい、これはどっちなんだ、多分熱いよね、はいはい、熱かった熱かった、コンドリ以外、まあ、ほぼほぼレギュラーなんですよこれ経験上、はいレギュラーです、そうなんですよ、もう完全にレギュラーの日、これはリーチ目だ、395ゲームあー滑らないっすよ、あーよかったよかったこれねビッグがねレギュラーに追いつけばすげー出ると思うんだけど、そうはいかないっすよね、決めじゃないですか、76、まあ右足滑らない、まず滑らないはいはい、もうお腹いっぱいですよ、目押し疲れるし、初めてというか実践次第では初めてだなこのズレ目、あ134、どうしたらいいかな、チェスチェか、あチェスチェが滑らないレギュラーなんかな、まあまあまあ右からいや ここは全然滑る気しないんだよ、なんだこれ今日は、これ本当に本当レギュラーお腹いっぱいです、これはリーチ目なんですよね、リーチ目リーチ目、さあ75、これ右は滑る気がしないから中押ししよう、はい中押ししても滑りません、はいはいはい、もうしょうがない、どうしようもない、もうはい現在470ゲームです、なんとなんとずっと頑張ってたメダルがついになくなりました、はい
さすがにここから追加投資する気にはならないって、はい、終わります。力つけました。ビッグ引けないっす。終了。はい、結局出たのはこれです。はい、レギュラーばっかり引いてビッグは結局382分の1。これじゃ勝てないですよね。はい、グラフこれです。はい、まあ投資5本でここがピークですね。1500名ぐらい出て、まあ中身もいい感じだったからいい感じかと思ったけど、そっからまさかのこの鬼ハマりから結局ダラダラハマってメダルなくなりました。はい、まあね、クランキークレストそこまで打ち込んでないからまあわかんないけど、でも中身総合したら5とかあってもいいような数字だったんだよな。レギュラーついてるし。でもね、分かった、これね、ビッグを引けなきゃダメっすよ。確率通りにビッグ引けないと、まあ結局どの台もそうだけど、特にこの台はビッグが重たい気がする。いや、リーチ目とか面白いっすよ。今日リーチ目いっぱい見れたから正直面白かったけど、でもね、もっとビッグ、まあしょうがないね。はい、まあ終了です。終わり。はい、ということで、2024年年始の3連戦終了。はい、まあ結局トータルではマイナスだけど、まあ今日はねマイナス5本だし、そんな負けてないし、まあ、しょうがないですね。引きが弱い昨日今日と。はい、ということで次はまあ明日から編集ラッシュで、また平日、今度は11日かな、 1.11。 はい、気持ち切り替えて頑張りましょう。リーチ面面白かったよ。お疲れ様でした。初めてというか実践次第では初めてだな、このズレ目。あ、134、どうしたらいいかな。チェスチェか。あ、チェスチェが滑らない。いや、ここは全然滑る気しないんだよ。なんだこれ、今日はこれ。